my friends Church in here。 今日はすっごい久々に Q&A をやりたいと思います。で、私は今ブリスビッシュまた来てます。前回上げたこの動画が子犬とかバズって YouTube のチャンネル登録者数あれから1000人ぐらい増えて、インスタのフォロワーもちょっと増えて、ちょっとびっくりしてるんですけど、チャンネル登録者数Q&A 動画を撮ろうかなってことになりました。すごいちょっと今日風が強い。ニューディストビーチの動画は今までに2本上げてて、こっちもちょっとバズってるんだけど、今回の動画もニューディストビーチなんで、なんかオーストラリアのチャンネルってよりかはニューディストビーチチャンネルになってるんですけど、あのニューディストビーチのチャンネルではありません。すごい今日も快晴で素晴らしいです。なんかまだちょっと寒いんだけど、もう太陽の光がうざいんだけど。はい、ということで全裸になりました。あ、犬が来た。インスタで募集した質問に答えていきます。 What the cute? Thank you。 Not cute。 お、際どい質問結構来てる。立ち行きどっち？ご想像にお任せします。立ちと受けっていうワードを知らない人が多いと思うんで、これはゲイ用語でして、立ちが男役、受けが女役、まあ私はどちらでしょうか。初体験いつですか？思い出とかありますか？初体験は大学3年生の時、21歳の時で、あの時は12月15日ぐらい。まだその時は自分が男が好きっていうことを受け入れてないっていうか、認識してないっていうか、まあ、そういう感じの時期で。でも、ナイモンっていうゲイアプリはダウンロードしてて、なんかもうその日は自分の欲望を抑えきれていなくて、アプリを使って、で初めて男の人に会って、その人の年齢は31歳ぐらいで、まあ、結構万人受けするようなイケメンで、未だにその人の顔は覚えてるんですけど、あ、僕その時は北区に大学のキャンパス内に住んでて、でその人は神奈川に住んでて、夜中の11時半ぐらいに連絡が来て、私がその人の家に行ったって、夜中の1時ぐらいにその人の家に着いて、で一緒にお酒飲んで、で初体験したっていうか、まあ、一緒に寝たっていうか、もうちょっとあんまりクリアリーに言うとあれなんであれなんですけど、まあ、いいか悪いかって言ったら普通って感じで、であんまもう大して覚えてないです、はい。今のオーストラリアの状況どんな感じですか？一言では言えないんだけど、日本に比べたらそりゃ高いけど、外食とかも多分日本の2、3倍だし、家賃とかも、まあ、パースは未だに週安くて230とかで、そんな高いかって言われたら普通って感じなんですけど、僕からしたら、まあ、物価は相変わらず高いけど、スーパーとかで頑張って自炊すれば意外と出費は抑えられるんで、まあ、そこは自分なりに工夫してって感じです。 Are you realistic and updated the vision of motivation loss? What?No, I didn't do that. You've been posting on OnlyFans? Nah. Nor... I'm not interested in that, sorry. オーストラリアの大学院の時が高いと思いますが、大学院もらいましたか？もらいました。大学4年生の時に、ICU の方から海外の大学院に行ってもらって、給付の奨学金をいただいたのと、あとはジャストの第2種の太陽型の奨学金を借りました。今もその奨学金を返済中です。僕は日本の大学、ICU に変わったので、ICU の費用にジャストから第一種の奨学金を借りてて、でその奨学金も返済中で、海外の大学の奨学金と日本の大学の奨学金ダブルで今返してて、毎月3万円支払ってます。でこっちの給料は、まあ、日本で働くより多分倍以上はもらってると思うんで、奨学金の返済はそんなに苦に関してないです。来年からパースでの大学院を考えています。学生にとって過ごしやすい街ですか？どうだろう。私はあのブリスベンの大学院に通ってて、ブリスベンとパースを比べたら多分学生にとって住みやすいのはブリスベンっていうのは、多分ブリスベンは街が結構コンパクトにまとまってて移動しやすいっていうのもあるし、で公共交通機関もパースよりは充実してて、フェリーもあるし、まあ、多分バスも電車もパースほどよりかは遅れないし、しかも結構ダイバーシティなんで、より多くのいろんな人種の人がブリスベンにいるなっていうふうに感じました。パースはアジア人がなんか少ないなって感じてて、白人ばっかりって感じのパース、ブリスベンは本当にアジア人が多いなって感じましたし、私が通ってた UK の大学院もとあるビジネスの80% 以上の学生が多分中国人で、本当にアジア人が多いなってブリスベンに行ってきた感じです。なんでパースよりかはブリスベンの方が学生にとって過ごしやすいんじゃないかなって思います。まあ、だけどパースで今暮らしてて、より英語の環境に身を置いてるなって感じはするので、まあ、そのアジア人が少ないからっていうのもあるし、すごいローカルな人々がパースはすごい多いなって感じてて、まあ、海もこういう風に綺麗だし、すごい自然がすごい豊かだし、まあ、どこも豊かだけど、パースはより身近に自然があるって感じで、まあ、そういう意味ではザ・オーストラリアの生活ができるんじゃないかなってパースですから、なんで、まあ、そういった部分では過ごしやすいと思います。オーストラリア大学院に行きますと、日本にやってることをしてる状態わかんない。なんか大体みんなこういう時は英語の勉強とか言うと思うんだけど、まあ、それももちろん大事だけど、個人的には日本にいる間でしかできないことをやっておくことがいいんじゃないかなって思います。例えば日本の友達に会いまくるとか、日本料理を堪能するとか、家族と大事な時間を過ごすとか、まあ、そういうことをやった方がいいんじゃないかなって思います。
います。まあ、英語はこっち来てからどうにでもなると思う。そんな心配しなくていいと思います。あとはその自分が学ぶ。I'm just vlogging for my YouTube. I'm just vlogging. You know what I mean? Yeah, sure. What? You know what I mean? Say slowly. I'm just vlogging for my YouTube channel. You know, vlogging. Can you speak? I'm just vlogging for my YouTube channel. I think it's not correct. So can I continue? I have no time. Yes. Can you leave me alone? No, it's not correct. Can you leave me alone? Slowly. Anyway, it's my place. Where are you from? I'm Japan. I'm from Japan. Japan. But I speak both languages, Japanese and English. So no, I won't do that. That's so weird. He can't speak English with a communicate. Oh, well, that's the sake. What? 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 What?毎日王子営業してくれる、さすがに慣れてはきました。りょうさん、はじめまして。秘密 YouTube 好きました。いつか行ってみたいです。ありがとうございます。ぜひオーストラリアへ。オーストラリア生活の長所は、長所いっぱいありすぎてわかんないけど、まあ、こうやってヌディストビーチで裸になれるってことと、まあ、あとは何だろう、それぐらいかな。ヌディストビーチで恥ずかしくなかったんですか。もう全然恥ずかしくないです。もう逆に見てくださいって感じで。欧州で環境職に就く場合、家の学校とかもつける方が多いですか。どうだろう、つける仕事はあるけど、やっぱりビザの問題で仕事が得にくいんじゃないかな個人的には思います。僕はこちらで大学に卒業して、5年間の卒業生ビザが下りて、まあ、そのビザで今無制限に働けてて、自分の職場にも手を振ってる人があって、まあ、多分王子にとってはそういう専門学校卒でも全然つける仕事は多いと思うんですけど、留学生があってなったらビザとかの問題で違ってくるんじゃないかなって思います。なのでそこら辺調べてみるといいと思います。そろそろ不快ですか。結構待ちました。僕恥ずかしすぎて、ちょうど1年くらい前に不快やりたいなみたいな感じなんだけど、チャンネル登録数が1万人いったら行きます。なんでチャンネル登録してください。留学の夏休み中で喋る人がいなくて夜も喧嘩してます。それな、わかる。私もそうだったし、私出会い系でいろんな人会ってたから、まあ、英語を話してたんだけど、確かにそれな、わかる。だからやっぱりその大学院のコミュニティとか入るといいんじゃないかなって思います。けどだるいよね、わかる。なんかバイトとかするといいと思います。だるいよね、わかる。英語を話さなければいけない環境に自分の身を置けば、英語力の問題は解決するんじゃないかな。だるいよね、わかる。バンブル DSF とかで友達作りで会ってみたらどうでしょう。僕はこの後一時期ハマってたけど、今はもうそんなにハマってなくて走ってないです。そしてね、彼氏作りはどうしたらいいの。わかるの。私もオーストラリアに住んでる2年半が経ったんですけど、彼氏がいません。なんですが、やっと最近いい人を見つけて、今週末デートに行きます。この人とはアプリで出会ったんだけど、インスタを交換してインスタの DM 内で会話してて、毎日自撮りの写真を送り合って、まだ会ったことないんだけど、今週末に彼に会えるんで楽しみです。有給卒業生パス済みです。カートは参加したいです。チャンネル登録者数が1万人いったらお願いします。チャンネル登録お願いします。どうやって英語喋れるようになりましたか。あとオーストラリア英語を聞かれることも教えてほしいです。英語で恥をかくことが英語を話せることにつながってくると個人的には思います。僕は日本の高校を卒業して、日本の東京にある ICU っていう国際キリスト教大学に入学をして、 ICU って言ったら英語っていうイメージがすごい強いと思います。まあ僕はその入学したての時は全然英語が話せなくて、なんで英語の授業とかもすごい英語で恥をかいたし、まああと交換留学行くためにアイエルツも受けなくちゃいけなくて、まあアイエルツでもスピーキングで自分が地理に強烈なことを言っててすっごい恥をかいたし、アメリカの大学に交換留学に行ったんだけど、その時も全然英語が話せなくて、動物行動学の授業でクラスで最下位を取っちゃって40点ぐらい取っちゃって、教授に呼び出されて、お前はどうやって勉強してるんだって風に言われて、ああもう自分の英語力のせいでみたいな恥をかいて、またアメリカで英語で話しかけられても何言ってるか分かんないから、すごい気まずい感じになっちゃって、まあそこでもまた恥をかいて、英語で恥をかいて、それを反省して、で次同じミスをしないようにするっていう、英語学習はその繰り返しだと個人的には思ってます。なんでたくさん英語で恥をかきましょう。なんかこれをしたから喋るようになったとか、そういうのはなくて、日々の積み重ねみたいな感じだと思う。自分が英語を話せるようになったなって思ったのは、大学3年生ぐらいにいて、
その先交換留学でアイルスのスコアが必要で、もう必死にアイルスの勉強したんですけど、その時にようやく、あ、自分英語話せるようになったかもしれないって感じに思った結果があります。スピーキングってスピーキング力だけじゃないと思ってて、英語の4技能全てをいい感じに全部底上げしてインプルーブさせていけば、なんか自然とスピーキング力もついてくるんじゃないかなと思ってて、まあ、その上ではインプットだけじゃなくてアウトプットもすごい大事だなって個人的には思ってて、ネイティブの人と話す機会を設けたりとか、自分を英語の環境に置くとか、まあ、そういうことをしてスピーキング力がまた向上するなって思ってるんで、なんでやっぱ英語ってインプットとアウトプットだと思うんで、自分なりの英語学習方法で日々追求していけばいいんじゃないかなって思います。オーストラリア英語を聞き取る3つ、まあ、単語をいくつか聞き取れば何言ってるかは大体わかると思う。まあ、相手の言ってること全部を聞こうとしなくてもいいと思います。年上の日本人男性を好きになることはありますが、何歳くらいまでが恋愛対象ですか？まあ、日本人男性好きになることないかも。まあ、昔は好きになったけど、今は日本人にあんまり恋しない。僕は34歳くらいまでが恋愛対象です。彼氏になりたい人いたら DM お願いします。パンはいつも妻の動画見てます。またいつかお会いしたいです。ありがとうございます。奥さんもありがとうございます。あの、僕パーセン日本人の友達いないんで、あ、日本人避けたわけじゃないんですけど、自分のコミュニティが日本人になってたまたま日本人の友達がパーセンになって、なんで友達になりましょう私もコロナ禍からオーストラリアに学部進学、現在になりました。これからも応援してます。ありがとうございます。ちょうどオーストラリアに国境が開いた時にこっちに来て、なんで1年間日本でオンラインで授業来てたんですけど、なんかもう今思えば遥か昔のように感じてて、まあ、あれはあれで自分の将来考えるきっかけになったんで良かったかなって感じてます。大学院頑張ってください。ノッチストー来るとき会いたいです。会いたいです。めっちゃみんな私に会いたかった。そうなんです、あの、僕あの半年以内ぐらいにマンチェスターにいるイギリス人の友達に会いに行きます。サルトはこの彼で、サルトはパースで出会って一緒にこのブログ撮ったんですけど、まあ、そこで気が合って今度は僕がマンチェスターに遊びに行くことになったんで、すっごい楽しみです。初めてのヨーロッパなんで。あとロンドンにも大学の友達がいて、ロンドンにも遊びに行きます。楽しみ。英語のおすすめ勉強法、好きな服のブランド聞きしたいです。なんか多分自分に合う勉強法を自分で見つけるのが一番いいと思ってて、なんで自分でいろいろ試して見つけていくのがいいと思うんですけど、まあ、強いて言うならアイエルツ受けることかな。アイエルツ頑張って対策してたら、まあ、なんか自然と、あ、こうやって英語を勉強すればいいんだとか、英語を話すってこういう感じなんだとか、なんかなんとなくコツがつかめてくると個人的には思ってて、まあ、だから英語の試験でも何でもいいから何か一つ目標を定めてそれに向かって英語を勉強するといいんじゃないかなって思います。好きな服のブランドは特になくて、あの、僕基本的に古着を買っててヴィンテージクローズなんで、好きな服のブランドはないです。Okay, hi. It's vlogging for my YouTube. Are you recording to YouTube? Yeah, I don't show your body, so don't worry about that. Yeah. I vlogged here 2 weeks ago, and then I made a vlog on my YouTube, and then the video went viral. It's just like 30k views right now. Yeah, right. Are you originally from here? I'm from Perth, yeah. Yeah. Where are you from? I'm from Japan. Japan? Oh, yeah. Welcome. Yeah. I'm from Brazil. Oh, nice. I got master's there. Yeah. Oh, cool. Yeah, welcome. Yeah, I prefer here. Yeah, no, that's cool. It's a nice spot. Like, yeah. I know it's the middle of winter now, but yeah, sometimes you get a little bit of sun. Yeah. You stay here for a while? Not for too long. Yeah, same here. Maybe hours here, like an hour. Yeah. I will finish vlogging and just chill. Yeah, sounds good. Sounds good. Okay, man, I'll let you finish. Yeah, thank you. Good luck. Thank you. See you. See you.めっちゃいいおじさんだったかっこいい。アカデミックライティングが上達するおすすめの方法ありますか？僕がアイレツのライティングを勉強した時は、ネット上に転がってるサンプルアンサーをとにかく模写して、でその模写したのを自分なりに分析して、こういう表現が使われてるからこれはスコアが高く出るんだとか、でそのサンプルアンサーからフレーズ盗んで自分なりにそのライティング用のテンプレートをあらかじめ作っておいて、なんかもう自分はそれを全部暗記しちゃってて、アイレツのライティングも暗記したテンプレートを毎回使ってて、毎回スコアは 6.5 以上出てたんで、ライティングは、まあ、だからサンプルアンサー模写するっていうのと自分なりにテンプレートを作るっていう方法が僕はおすすめです。でもマジでアイレスのライティングで 7.0 いくのマジで難しいから本当大変だよね。アイレス海外に興味持ってきたときは何ですか？僕あの高校が SSH スーパーサイエンスハイスクールの指定校 で高校1年生の時にオーストラリアのタスマニア島に機材科学の研修でたまたま選抜メンバーとして行かせていただいて、そこで初めて海外に来て英語を話して、で衝撃を受けて、すごいこんなに日本と世界が違うんだってすっごい衝撃を受けて、その研修の時は自然保護区に来たり動物園に来たり、本当にオーストラリアの生態系について学んで、でまたいつかオーストラリアに戻って行きたいなっていうふうに思ってて、オーストラリアで自然保護に関われる仕事ができたらいいななんて高校1年生の時に思い始めて、
それをずっと目標にしてて、で今はなんとオーストラリアでビジネス保護に関わる仕事をしてます。なんと感動的な話でしょう。英語を話すより学生のうちからしておけばよかったなってことありますか？今高校生です。僕が高校生の時にしておけばよかったなって思うことは、やっぱり英語を話す環境をもっと多く設ければよかったなって思ってて、日本の高校の授業ってどうしても英語を話すってよりかは読む聞くとかの方に重点を置いてると思うんで、なかなか英語を話すことないと思うんですけど、その高校はだからこそ英語を話す環境を設けて、たくさん英語で恥をかいて失敗しておけばよかったなって思います。初めは英語を話すのすごい怖いと思うんだけど、一旦そこの殻を破って話しまくってみてくれてはどうでしょうか。シンガポール遊びに来てください。行きたい、行きたいです。2年以内に来ますワーホリでオーストラリア行くので会えますかめっちゃみんな会いたがるじゃんエンバーワメントマネジメントをイギリスで学んでるんですが、りょうさんを見て僕もオーストラリアに行く夢ができました。うわ嬉しい。イギリスのエンバーワメントマネジメント事情も知りたいです。海外で働きたい気持ちはありますが、そのためにはキャリアチェンジが必要で悩んでます。まあでも悩んでるんだったら行動した方がいいんじゃないかなって思います。人には見せてないけど何かこれを頑張ってるというものはありますか？ YouTube 大好きです。見せてるけど常に追求してるのは自分のダンスで、見せてないけどこれを頑張ってるっていうのは何だろう、出会い系アプリ。自分に対する考え方は日本のどのように違いますか？難しいこと聞かないで数日前までパースに留学してました。行く前にフォローしてくださった、ぜひ今フォローしてくださいはい、というわけで質問は以上です。たくさん質問とコメントしてくださってありがとうございます。また定期的に Q&A やるんで、ぜひインスタフォローして待っててください。最後に行動がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録してくださると嬉しいです。インスタと Twitter のフォローもお願いします。寒くなってきた最悪。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。